李春審から1598年12月16日は李氏朝鮮の将軍。字は何時かなう。文読、慶長の役において朝鮮水軍を率いて日本軍と戦い活躍した。韓国では旧国の英雄とされる。朝鮮内の闘争の影響で李の対立側である元人氏らの勢力によって懲罰を受けて兵卒に落とされ一時失脚していたが、 軍を率いていた元人氏が戦死したことで危機感を覚えた朝鮮王によって復権し日本軍と戦う。最後は路領海戦で戦死。死後に送られた送り名は忠武公。本願は徳水理氏。軽気道、平木豊郡の出身で関陽の幹線道に生まれた。父は利忠氏。四人兄弟の三男で、兄弟の名前は上から順に、 ただししん、行信、俊信、呂信。彼ら兄弟の名前は、中国の伝説上の帝王であるフッツに、行、春、うなどの一字を取って名付けられた。子は、理解、リ、リ、リ理,理ら。後に、朝鮮の領儀制となる三歳年上の劉勢竜も、同地で生まれており、李俊信とは、幼馴染の中にあった。 春心は幼い時から有毛果敢な性格だったとされ、22歳から部下の試験を受け始めたが、初の試験では落馬し、合格したのは1576年32歳の時であった。春心の母の実家がある中世南道画山市には、春心の功績を称える秋田田祠らがあるが、そこに展示されている資料には、春心が部下に陛下4位合格したとある。 春心は、歌手官として女神と国境を接している、環境道を転戦したが、上司であったリいツとの不和により、罷免され、白衣従軍を命ぜられた。その後、彼の才能や風雲を惜しく見ていた全裸道の観察士であった李光の推薦により、軍艦に抜擢されて、全裸道の各地で軍艦を務めた。1589年1月、備え編しより軍艦を、 富士山陽の広告が出て、当時、左犠牲の李三階の推薦を受け、李慶六などともに、全羅道の理、e、由の喧嘩になった。喜び六と春心は、後の日本の朝鮮侵略時に共に活躍した。しかし皮肉にも、三階は、劉星龍の性的であった。自分が、官職に推薦した春心が、竜成立つと信仰が深いことを知って、三階は、 春心と距離を置くようになった。春心は、しばしば幼馴染みの流星流によって、不遇を救われたが、文禄の役の前年である1591年に、流星流の推薦により、全羅佐渡水軍節度師に大抜擢された。この頃、竜成立達は、右犠牲の地位に出世していた。だが功績が少なかった、春心の大抜擢は、当時すでに、 女神との紛争で功績を残していた、元人氏など諸将から激しい反感を買うことにもなった。1592年4月12日、豊臣秀吉の朝鮮侵略が始まると、継承道水軍は壊滅したが、李春信と李奥紀は全羅道水軍を温存して、はじめは元人氏の救援要請を拒否した。5月になって、 釜山西方の日本水軍支配域に突如侵入し、巨彩島東,東岸に停泊していた東道高虎と堀内自然らの中規模の日本船団を襲撃。木とも遭遇した日本船を二度にわたって攻撃して、戦火を上げて素早く撤収した。攻勢主力を釜山から、ハンスンのラインを軸に、平壌、環境道などに展開していた日本軍は、釜山西方の朝鮮南岸で、 立春心の日本戦攻撃が活発になると、7月になって、脇坂安次、久喜吉高、加藤義明を各方面から召集し、海上戦闘用の水軍を編成して、立春心に対抗することとした。しかし立春心は、おとりを使って、潮流の激しい海峡に単独行動中の脇坂隊をおびき寄せて、暇山東海戦で撃破した。続いて、 脇坂の援護のために安骨裏まで進出して停泊していた加藤、久喜水軍を襲撃し、戦果を上げた。この二つの海戦の結果、当初もっぱら輸送用だった日本水軍の船にも大鉄砲が備え付けられ、日本軍は勢力範囲の要所に城塞を築いて、大筒や大鉄砲を備えて水陸平進して活動するようになった。この方針転換は、 有効に機能し、以降の立春心による日本側の白地への攻撃は、釜山浦攻撃、熊川攻撃など、朝鮮水軍は被害を多く出すばかりで成果が上がらなくなり、朝鮮水軍の出撃回数は激減した。特に、釜山浦は、文禄の役の開戦直後の日本軍による占領以来、日本の非前名古屋から行き、津島を経て、釜山に至るルートが、 日本軍の海上交通路になっており、補給物資は一旦富山に見上げされた後、陸路内陸に輸送されていた。いわば富山は日本軍にとり補給連絡場の根本となる拠点であった。朝鮮水軍の立春シーンは、富山は賊の根本のあり、進んでこれを覆せば、賊は必ず今日を失う。として、 朝鮮水軍の総力を挙げ、不山奪回を目指したが、日本軍に撃退され、朝鮮水軍は撤退した。李春心が、不山前洋に現れたのはこの時が最初で最後となった。これにより、不山は日本軍にとって安泰な場所となり、戦争の終結まで補給連絡上の根本拠点として、機能し続けることになる。1593年、これまでの功績を認められた。 李春臣は三道水軍統制士という朝鮮南部の水軍を滑る指揮官に出世した。元人氏は今まで部下であった李春臣の命令を受ける立場になったことが不満で露骨な悪意を示すことが多々あり、朝廷に不認知を変えてもらうように願い出た。李春臣と元人氏はお互いに残言を行うなど不和が深刻になり、朝鮮王朝は 元仁氏を陸上部隊へ転属させた。李春心は彼の日記の中で天地の間に元仁氏ほど凶悪で上気を逸した人はいないと述べている。李春心は急戦後正期の1594年3月に水軍で巨彩島を攻撃したが日本軍は海では応戦せず砲台などを構築した。開戦後に戦争を主導する立場となっていたにより、 和平交渉の妨害となるとして、交戦を禁じられた。また、同年9月から10月には、水陸共同で、巨彩党の攻略を試みたが、日本側陣を守って応戦せず、作戦は、失敗に終わる。理長の院、が書いた、白子前書によると、朝鮮王朝内では、硬着状態の間に対立があり、立春心が海戦での勝利に焦っているとの批判が、 強まって、元人氏などの反立春神勢力のデマなど中傷が、効果を発揮して、朝廷は大殺しの李元翼を送って、立春神の左門が行われた。立春神は留任となったが、精神的に疲弊した。一方で日本側も朝鮮水軍の襲撃により、巨彩島に兵糧が届かず、このことを懸念する旨を島津義弘が書状に記している。 この後も戦線は膠着したが、1597年、慶長の役の構成準備のために、加藤清正が朝鮮へ着党することを、小西行長の使者が朝鮮側に漏らしたことから、朝鮮王朝は、加藤清正の上陸を狙って攻撃するように、朝鮮水軍に命令した。しかし李春心はこれを、日本軍の罠と考え、独断で攻撃を実施せず、 加藤清正の上陸に抵抗しなかった。その後、2月に、李俊臣は、富山浦を攻撃したが、多数の死者を出して撤退した。朝廷では、日本軍の上陸を妨害しなかったことを公明として、咎める声が大半となり、李俊臣は更迭され、拷問を受けて一旦は死罪を宣告されたが、邸宅の取りなしで除名され、再び一兵卒として、白衣従軍を命じられた。 1597年、立春神の公認の水軍統制師、元仁氏が水軍単独での攻撃命令を嫌がりながらも遂行したが、漆川領海戦で大敗。元仁氏をはじめとした数名の将軍は戦死し、朝鮮水軍はほとんど壊滅してしまった。立春神は水軍統制師に返り咲いて壊滅した水軍の再建を進めた。立春神が再任された時、 朝鮮水軍にはわずか12隻の戦船しか残っていなかった。日本軍によって全羅道や中西道が相当されつつある中、壊滅直後の残存艦隊を収容しながら後退した立春新の艦隊は朝鮮半島西南端の潮流の激しい明瞭海峡へ日本水軍を誘導し、突入してきた日本水軍の戦闘部隊を攻撃し、 大名、苦島道房を選出させた。しかし、後続の日本水軍は、質量ともに強大なため、海戦の夜には、明瞭海峡を放棄し交代した。続いて、日本勢は、全羅道西岸拠点を次々と制圧し、停白地を失った立春心はさらに交代し、全羅道の北端まで退却した。日本水軍は、全羅道西岸の制圧を実施し、 京広氏や定期独などの多くの捕虜を得た。全羅道、中西道の相当作戦を成功裏に集結させた。日本軍は当初からの作戦計画に沿って、軽症道から全羅道にかけての朝鮮南岸域へ交代して、和上軍を構築した。日本軍が交代すると、立春新の水軍は、明、朝鮮陸軍と共に朝鮮南岸へ再進出し、 朝鮮南岸西部にある古今島を拠点として朝鮮水軍の再建に努めた。1598年7月、日本軍再生端の拠点であり、小西行長率いる13,700人の兵が守る順天城を攻撃するため、陳が率いる明水軍が古今島に合流すると、李俊心は明水軍の指揮下に入った。同年9月、明。 朝鮮の水陸軍五万五千人による水陸共同の順天攻撃作戦が開始され、戦いは10月初めまで続いたが、水陸両面で、明、朝鮮軍は多大な損害を出すなど苦戦が続き、沿線気分が蔓延して、攻撃は頓挫。明、朝鮮軍は撤退を開始し、李俊心も海上封鎖を解いて古今島に撤退し、兵数で圧倒的に勝っていた、明、 朝鮮軍は敗北した。豊臣秀吉の死後、日本軍に退却命令が出されると、小西行長は、民との間に講和を成立させた後、回路を撤退しようとしたが、それを知った、明、朝鮮水軍は、古今島から松島沖に進出、海上封鎖を実施し小西らの退路を阻んだ。講和後のこの明、朝鮮水軍の行動に、 小西軍は、順天城での足止めを余儀なくされた。この小西軍の休状を知った、島津義博ら日本側の諸将は急遽水軍を編成して、救援に送ることとなり、これに対し、立春神及び名、朝鮮水軍は、順天の封鎖を解いて闘進し、島津水軍を、路両海峡で迎え撃つこととなった。この路両海戦では、夜半からの戦闘が長時間続き、 日本軍、明、朝鮮水軍の双方が大きな被害を被ったとされる。明、朝鮮側の資料では、自軍の勝利を強調しているが、民軍では、副将、東志流が戦死、朝鮮軍では、首相の李俊臣が、島津兵の鉄砲の弾丸を受けて戦死した。朝鮮軍ではさらに、李秀夫、宝徳龍、孝徳、将、李彦長、といった将官が戦死した。 一時突出した民軍の首相陳も日本軍の包囲から危うく逃れている。朝鮮側は将軍の戦死や損害方で統制をかき、作戦行動の継続が不可能となり、小西軍の救援に駆けつけた島津軍は連軍を務めて無事にこれを撤退させ当初の予定通り救援任務を完遂した。最後について韓国では立春心は ロ両海戦において、大敗した日本軍を追撃中に、流れ玉に当たって戦死したと一般に信じられており、日本の一部書籍においても、そのまま引用しているものが見受けられるが、流れ玉については、文献の裏付けはない。追撃については、朝鮮側の資料である、劉成立、長禄によるもので、李春信の死のことを、李春信は、日本軍を大いに撃破し、 これを追撃している最中に、鉄砲の弾丸で戦死したと記している。一方で同じく、朝鮮側資料である、乱中雑録には、日本水軍と戦闘になった後、朝鮮水軍は、主戦場であった海峡口から見て、南西の観音村へと一時交代しており、また李春臣は、日本船の船尾に伏せた兵の一斉射撃により、撃ち倒されたと記されている。民主では、 唐司竜の救援に赴き、死亡したとのみ記されている。日本側文献、青函録によれば、小舟で咲き出してきた、唐司竜が、重卒二百洋兵と共に討ち取られるのを、救援するために進出したところを、和兵に囲まれ船を乗っ取られたとのみ記し、死に至る詳細については残されていない。なお、韓国では英雄化が過ぎるあまり、日本軍撤退後は、 自分が不要な存在となり、以前と同じく不当逮捕されて、死罪とされることを見越して、自ら花々しい死に場所を求めたという説や、戦争を生き延びて、陰遁生活を送って、戦後に死亡したという説が唱えられることがあるが、肝心の李春心本人は、死の数日前から日記を書くのを止めてしまっていることも、あり、根拠となる資料は皆無である。韓国で英雄となっている、 立春神1 9七十年代の立春神の100、ウォンギンコイン立春神は、その死後に最大級の勲功を与えられ、忠武公と送りなされたほか、1六百三年、戦争は彼を、のりたけ伊藤正臣及び徳湯高夫婦君に、ついみことし、百五十九年、高想の時代に、韓国の南海に、忠武公、立春神の石踏が建てられ、六百八十八年、 全羅南道海南軍に、明瞭対象碑が混流された。1705年、中世南道河山氏に指導が建てられ、縮層が、秋田田田穂らと命名。死後、約200年経った1793年には、朝廷により制一品犠牲不良犠牲を、追巫ことされた。李春新の名は、民主朝鮮殿や朝六、朝緑、蘭中雑緑、聖冠緑など、中国、 朝鮮及び日本の各種文献に再録され、李氏朝鮮期の作とされる人心録にも登場し、朝鮮通信誌として同行していた猿カンは、大阪の書店で長録などの朝鮮の書籍を見つけたことを海有録に記しているが、江戸時代は幕府と李氏朝鮮は友好的で、中国、朝鮮及び日本の大衆にとってはことさら注目される存在ではなかった。 しかし、明治維新で、政官論が勢いを持つようになり、日本の大陸進出から朝鮮が、日本統治期になる過程で、再び前時代が注目されるようになって、李春神は、日本人及び朝鮮人の文学者や研究者により再評価された。また、中国の上海で活動していた、大韓民国臨時政府は日本を撃退した、英雄として、李春神を象徴化し、 彼の電気を独立新聞に載せるなど、盛んに喧伝して、後日の先駆者とみなすようになった。韓国では、国南国福祉という解放後の研究傾向により、朝鮮が一方的に敗北したのではないということが強調されたため、李春心の戦果は大きく誇張され、国を象徴する国民的英雄となった。肖像画が紙幣や硬貨に描かれたり、 韓国ソウルの館長街である清掃寺には銅像が建てられている。これは、北世紀軍事政権下に力の象徴として設置されたと言われる。なお、他にも富山四道山公園や木浦など、朝鮮半島南海岸に数多くの立春神の銅像が建てられている。16世紀の喫光線の海岸 i SBN45 億8280万6783。 ISBN45 億8280万 6821ISBN45 億8280万6856ありがとうございます。